すごいかっこいい、いい車ですね。内装見てみましょうね。こんな感じでボンネットが、はい、こんにちは。ウィンマンズの小出です。ウィンマンズチャンネルではウィンマンズグループガレージ R キングバイヤーで販売している中古車車両を随時アップしております。スポーツカーの中古車両が気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで、今日は晴天に恵まれた日ですが、今日はガレージ R 三郷店に来ております。はい、今日ですね、ちょっとね、この車もね、気になるところなんですけど、ですね、今日ね、注目すべき車は、こちらにございます。それが、こちらです。で、ミニクーパー、クーパー S ですね。しかも、リバティウォークさんのブルーエアロです。バーフェンまで全て入っております。今日はですね、こちらを紹介していきたいと思います。はい、それこれ見てください。めちゃめちゃかっこいいですね。このまた真っ赤かなボディに黒いルーフ、そしてそのエアロとバーフェンの隙間のね、あの付け根のところがちゃんと黒くラバー入れてあるっていうね、これもまた泣かせますね。めっちゃかっこいいですね。でアルミホイールもギリギリっていうか、これはみ出てますけどね。ちょっと後でよく見てみましょうかね。リバティセンスがいいよね、このね。でミニクーパーはもうイギリス英国の車なんで、ミラーもイギリスの国旗がペイントされてますが、はい、こちらちょっと見てみようと思います。ね、金額もこれ出てますね。平成22年式のクーパー S です。オートマです。これオートマ車両の走行が59,000キロ、まあ修復はないんですけど、修復はなしで、これオーバーフェンダー公認になってます。公認の車両ですね、フルエアロ公認。はい、でクーパー S はもうターボ車両なんですよね。 1600cc のターボ車両、結構180馬力ぐらい出てるみたいなんで、ちょっと乗ったらどんな感じなんだろうっていうのが興味津々です。うわ、ここら辺もね、ちょっと外装から見ていきましょう。外装はね、特に傷ないよね。これ見てください、オーバーフェンダー、これがボンネットになってるんで分割してますけど、一応オーバーフェンダーが3分割なんですね。3分割でちゃんとビス止めしています。この内側の処理も結構しっかりしてますよね。ちょっとこの隙間は空いてますけど、で一応ホイールが、結構扁平の薄いやつ入ってますね。これは何だろう、こういうメーカーのワークですね。これワークでしたね。ワークが入ってて、サイズが 21535R18 で、一応これもうこの状態で、アウトです。車検はアウトなんですよね。これもうこっからはみ出ちゃってるんで、一応三郷店さんでは、これをミニのノーマルを付け替えて、車検がもう8月で切れるんで、車検を通る際に、ノーマルの
アルミホイールとタイヤをつけて車検を取ってそのまま納車させていただくと。でこちらのホイールはもう後ろに積み込んで、持って帰っていただいて結構ですという形の販売になってます。はい、これがフロントかっこいいね。なんかミニクーパーってよく見ますけど、かっこいいって思う車はこの車が出てきちゃったらもうなかなか思わないですよね。でまたこれ赤にこのラインとステッカーっていうのは、普通白とかこう赤に映える色ですけど、黒をあえて選んでるっていうのはちょっとセンスだよねこれね。でここら辺の多分ライト周りのここは黒くなってますね。グリルも黒いですね。グリルも黒いし、ここら辺の飛び石の塗装飛びがありますけど、ここら辺ラッピングで貼ってますよね、このラインね。このミニ、これはちょっとハゲがちょいちょいありますけれども、そんなに目立つようなもんじゃないですね。ここまでリップスポイラーアップ、これ一体式ですね。一体式ですけど割れとか傷があんまりない。綺麗です、超綺麗。これも結構 LED のホグダが入ってますね。次のがこれがフロント。一応ホイール系はね、傷が多少のちょっと歪みとかをぶつけちゃったというのはありますけど、綺麗です、とても綺麗です。このマークも有名ですね。はい、なってまして、このにもステッカーが合ってますね。リガチフォークのステッカーで、これはもろ塗装が入ってそのままのものが入ってるっぽいですね。ドライブレコーダー、フロントガラスも飛び石等は一切ございません。綺麗ですね。後ろ周りも見て、はい、こちらが後ろのホイールですね。これこっちも深いね、深い。これサイズが21535R18、 35ですって。一応フロント今この状態でフロントタイヤの溝は五分山、でリアタイヤの溝も五分山ぐらいは、センターで六分山ぐらいは残ってるし、変な減りもしてないんじゃないかな。じゃあ8の字切ってっかな。こんな感じです。でフルエアロ、このリバー、リアバンパーもディフューザーっぽい作りになってて、これは二分割になってるんだね。センター出しのマフラーですね。こんな感じになってる。センター出しってどうなの？お、1本から2本に分かれてるんですね。ほぼ一直線でこうマフラーが来てる。で車庫帳がちゃんと入ってますね。車内の車庫帳が入ってここにちゃんとダクトもあって、このバックホグマの LED が入ってますね。でテールもなんか違うと、これも変えてそうですけど、ここもフロントと同じように黒い枠が入って、ここも黒いですね、はい。でここはここをね押すとパカッと開きます。こういった備品が入って、これ車庫帳の調整用のレンチと、これエンジンのやつですね。レコーダーと、このナビは前についてるんですけどね。でこのミニクーパーはこの下はどうなってるのかな、ちょっと見てみましょうね。お、ここにやはりまあいつもと同じように
パンク修理セットが入ってますね。網とかも入ってるんだね。でこの牽引フックとついでに入ってまして、こんな感じか。ここはシュガーライト、シュガーライト。でここからシートを前に倒すことが可能になってますよと。シートカバー入ってんね、おしゃれな。これは何だろうね、これは気になるな。何でしょうかね。クーパー S と、はい。でね、これもチンスポイラーっぽいリアスポイラーが入ってますね、車外だと思います。でここもアンテナをカーボン調のアンテナに書いてます。でちょっと内装を見てみましょうね。かあ、ここら辺も国産の作りとはまた打って違って、デザイン性が全然違いますね。でまず目に入るのはこうイギリスの国旗、まあクーパーですから、ミニクーパーですから。でこの立体的なドアのね、このここがね隙間になってるんですよ。でここに手が入る感じね。ここもねこう来て、ここにポケットがある。これミラーを調整するやつなんですよ。ここはちゃんとあのミラーを畳めるようになったんですね。これ畳むのがね、右にやると畳んで左にやると開くみたいな。でスピーカーがこれダブルでついてるんだね。でここのラインはなんかチェッカー柄っぽい、ペイントになってるね。これは多分純正じゃないんでしょうかね。純正のままこんな感じになってる、まあ、こちらの方も全部そうなってますね。基本黒と赤とシルバーを、コンビネーションで色使いを使ってますね。ペダルもちゃんと全部合ってるんだ、すごいね。このマットもなんかレアですよね。これ欲しいね、逆に。でこうタンガワっぽいようなこのシートカバー、これもまたおしゃれですね。ミニクーパーって小さい、ボディ小さくてすげえコンパクトなのに、乗ってみると結構中広いんですよね、そういうイメージ。お、天井も赤のスウェードですよ、これ張り替えたのかな。へえ、かっこいい、めっちゃ綺麗じゃないですかこれ。でこのシートはここでこのレバーの前に行きます。こんな感じになってますね。ちょっと先に後ろ座ってみようかな。うわ、これ見て、おしゃれだよね。いかにもなんか英国っていう王室の感じがしますね。ここにほらチャイルドシートをつけるための専用の穴があるんです。最近は全部これになってるんですね、うん、こうやってこれが座っても頭もギリギリ、あ、これ多分あのやっぱり車外で張ってますね。これちょっとね浮きが出ちゃってるんで、凹凸のところだけ綺麗にこれ張ってるんだ。なるほど、おしゃれですね。まあでも今ちゃんと破れたりしてないんで、汚れもないんでいいんじゃないでしょうかね。これがこう来ると、足の余裕もこんなあるんです。もちろんここにスピーカーがついて、窓は開かないんですけどね、一切窓は開かないような仕様になってます。これをガチャッと、ここにもバイザーがあるんだね、横バイザー、知らなかった。でミニの鍵がこういう独特な鍵になってますね。ドアのロックと解除とトランクが開くようなボタンがあってます。
これってね、インテリジェントキーじゃなくてここにスタートボタンがあるんですけど、それどうやるのかっていうと、ここにね収めるところがあるんですけど、ここにこれを、だ宇宙船が車庫に入る的な感じ、これを入れるとイグニッションがオンになるんですね。それでここのスタートボタンを押すとエンジンがかかります。今日はめちゃめちゃ暑いです。恐ろしく暑いですね。はい、でこんな感じのインパネになってます。こちらの車は右ハンドルです。でセンターパネルのね、もっともっと古い意味だと、すごい特徴がある、人気があるのはここのセンターパネル、まあ、普通の車のようにこっちにタコメーターとかスピードメーターがあるので全部センターにあるよっていう、センターパネルのミニクーパーっていうのは結構有名ですよね。でまたこの独特なデザイン見てください。これインパネのこのオーディオ系、これがエアコンのコントローラーになってますよね。これも CD ですね。こっからバカーと、これがねスイッチなんですよ。これがあのドアにはウィンドウを下げるスイッチがありません。どこについてるの？ここについてですね。ここでこうやって窓が開きます。ちょっとなんか変な音がしますけどね。でこれは左のドア窓で、これはロックですね。これフォグだね。フォグのスイッチがあって、ここに車外の ETC がついてますね。あ、これオートマなんですけど、これもオートマもまた特殊で、ボタンを押すとかじゃなくて、これがボタンの役目してるんですね。これを押して引くと。ドライブになってます。でこれセンターコンソール的なボックスはないんですけど、ここには、ドリンクホルダーがあって、これもちょっと全体的なバランスに合ったデザインのサイドブレーキで、一応これもあのマニュアルを帯びてるんで、ここにチェンジのやつがありますね。でこういったワイパースイッチとかウィンカーのスイッチもちょっともうデザイン的なのがすごい、こういう丸まった砲弾型になってるんですね。特徴ですねこれね。ここはさっき言ったこっちと同じようなチェッカー柄になってて、ここにもエアコンの吹き出しがあります。でね、こちらの車はここにちょっとモニターをつけてるんで、モニターをつける台座がね、このコンソールの中に収めてるんですよ。だからこの蓋が閉まりません。一応開けっぱの状態ですね。で、これが通常というわけです。でまたちょっとあと特徴的なのがここだ、ね、ここにもスイッチがあるんですけど、これはもうここのスイッチです。ミラーもでかいですね。はい、で、ドライブレコーダーがついてっていう形になってます。フロントのエンジンを見てみようかなと思うんですけど、エンジンはね通常こっちだと思うんですけど、左の方なんですよね。ここにあります。ここでガチャッと引っ張って、こんな感じでボンネットが開きます。実際フェンダーの端までこう開くんで、面白い作りですよねこれね。あんまり日本車にはない感じかな。はい、でこれ見た目を見ていただくと、車外のクリーナーが入ってますね。こちらのメーカーの車外のクリーナーが入ってて、まあ、マフラーも入ってますよと。
こら辺はなんかエアー漏れを直すためになんかシリコン持ってますね。でターボ車両なんで、こっから吸ったこれがタービンだね。これがタービンになってますね。はーい、ちっちゃいタービンが入ってますね。こんな感じになって、車庫帳もちゃんとテンションロッド変えれるようになって、結構ボンネットって大きいよね。だいぶ大きい感じで、これライト自体が外側からバカッとすごいですねこれね。まあ何せかっこいいんで、見てくださいこのかっこよさ。またちょっとドライビングしてみたいと思います。はい、そしたらちょっと運転してみたいと思います。違うんだ、ウインカーは左ですね。すぐ間違えちゃったね。あー乗った感じこれ車庫端だね。車庫端で扁平がすごい18インチで3号履いてるんで、それの兼ね合いで結構路面拾いますね。見た目はこれかっこいい車に仕上がってるんでしょうけど、あーすげー速いわ。あースムーズな加速と、やっぱ180馬力っていうのは納得だね。なるほど、こんな感じで普通に走っちゃうんですね。もうここを見てください、これでっかいスピードメーター。ちなみに260キロまでついてますからね、メーターが。でこっちは何かというとタコメーターなんですよね。走行が59,000キロ。あー音もね結構重低音で、室内に乗って運転している部分ではまあうるさい感じではないです。心地いい感じのマフラー音かな。一応このモニターナビゲーションプラステレビ機能もついてますね。すごいダッシュ力。やっぱミニクーパーのワンメイクレースとかそういうレースもあるだけあって、これマニュアルだったら面白いんだろうな。すげえ軽快に走りますよこれ。結構やっぱり速度が増すとこの足回りっていうのも、逆にこうしっくりくる感じの足回りですねこれね。これはありですよね。ありじゃないかな、これすごくいいんじゃないかと思います。一応これがね評価書になってます。一応オーバーフェンダーとか全部ひっくるめて変えてるんで2点ものになってますけど、事故はない車ですね。事故車じゃないよ。はい、見てこのダッシュ力。マニュアルとダッシュ比べてもあんま変わらないんじゃないですかねこれね。ミッションもいい感じで繋がってくれるし、とても乗った感じの印象は俺はすごくいいと思います。
かっこいい車ですね。はい、もう三郷店ならではの車じゃないかと思います。でもいい感じなんだな。これがまたなんでしょう、派手なんですけど、そんなにいかつさを感じなく、おしゃれに、やっぱりイギリスが入ってるからかな、クーパーだからかな、なんかすごく、おしゃれな車に仕上がってるんじゃないかなって思います。もう気になる方はぜひ三郷店までご連絡ください。お待ちしてます。それではまた。